どうも、あいちょです。今回は4連休の振り返り、待ってください、4連休じゃなかった方ごめんなさい、連休の振り返りというかちょっと反省会の意味を込めた動画を撮っていきたいと思います。で、連休前にこういった動画を撮らせてもらったんですが、実はですね、今回のこの連休は夏休み、大体8月1日からかな、始まると思うんですけど、みんなの夏休みの予行練習だと思ってました、この4日間。なので、その連休前にこういった動画を撮らせてもらったりとか、初日と3日目だけですけど、その一緒に勉強しようの生放送やったりとか、そういったね、気持ちを込めて実はやってたんです。先に言わなかったですけど。で、これからみんな今年は短くなりますけど、夏休みが始まりますと。で、もちろん受験生は絶対ですけど、受験生じゃなくても、できれば有意義にしたいじゃないですか。もちろん遊んだりね、なかなか外行けないですけど、遊びの面でも楽しく過ごしたいですけど、だからって勉強をおろそかにしたらさ、夏休みが終わった後に地獄が待ってるのは目に見えてるので、ある程度は頑張りたいわけですよ。なので、そういった意味を込めて、その有意義な夏休みにするためにも、ちょっとこの4日間反省しましょう、みたいな感じの気持ちを込めてテーマを2つ掲げて喋っていきますので、よかったら最後までお付き合いください。ではまず1つ目話していくんですが、事前にちょっと今回言わなきゃいけないのがですね、トゲのある言い方とか厳しい話をするつもりでいます、いつもよりは。なので、例えば、ちょっとそういうの嫌だなって思う方、いろんなタイプの方がいると思うんで、自分もあんまり学生時代言われるの嫌いでしたけど、なのでそう思う方、気分を害しそうだなと思う方はここで止めちゃってください。あまりそこは強制したくないので、判断は皆さんに任せるんですが、よろしくお願いします。で、まず1つ目です。これは4連休前にそのこれをやろうっていうテーマを決めてた方限定にはなるんですけど、質問です。皆さん、今何も見ずに、いいですか、この画面だけ見てください。何も見ずにそのテーマ言えますか？初日何やろうとか、2日目何やろうって決めた方もいれば、4日間で何やろうって決めた方、いろんなタイプがいると思います。そこはどっちでも構わないんですけど、さあ言えますか、みんな何をやろうって決めたか。もしこれが今出てこない方は、ちょっと目標っていうものに対してもう少し真面目に向き合ってください。すごくね、嫌な言い方をしてるのはちょっと重々承知なんですけど、目標って掲げるというか、これをやろうって決めるのにもうそんな一瞬で決まんなくないですか。さあ、例えばじゃあ目標決めてって言われてさ、もう反射的にこれやるって浮かばないっしょ。大体がそうだなって、いろんなことを自分の特典とか持ってる課題とかを加味してさ、これやってってある程度の時間をかけて計画を立てるわけじゃないですか。そうやって自分の時間と労力を使ったのに出てこないってことはもう意識してないんですよ。決めただけで満足しちゃってるんですよ。それって計画の意味がないし、意味がない上に自分の時間とエネルギーも無駄にしてると思ってます、自分は。それがやめてほしい。そう、やめた方がいいと思う。そう、今勉強で学生っていうそのポジションだけじゃなくて、それは社会人になってもそう、みんなが働くようになってもそうなんだけど、その癖って直そうと思わないと直らないんだよね。ずっと計画を立てることがメインになってしまってるから、まずもし今回ね、その目標を今言われて、あれなんだっけって思う方は、ある対策をしてください。はい、ちょっと画面切り替わりました。これですね、自分の仕事の机の前の状態なんですけど、例えば年始にね、毎年目標を掲げるんですが、これ2020年の目標はいつも目に見えるところに絶対掲げてます。これはもう毎年ずっとやってる。でこうやって自分が今年はこれを意識する、みんながねこれを掲げる必要はないかもしれないけれど、こうやって目に見えるところに置いておく。そしてこれがですね、この結構前にちっちゃい黒板が売ってたんで、でも即買いしたんですけど、これが自分の今やらなきゃいけない、タスクですねの部分、コラボ、ちょっとこれ近いうちにコラボがあるんで、コラボのテーマを決めるとか、これ続かない人の特徴はね、今日ダラダラジオで話しましたけど、ちょっと顔出しでも撮るかもしれないんで、これについて考える。でこれは受胎ですね、受験対策動画についてちょっとまとめなきゃいけないみたいな、自分の今やるべきことっていうのをメモってる、指導の方法とかね、これはちょっと動画のネタとしてメモってるだけなんですけど、こんな感じで自分も必ず目に見えるところ、こういう感じでね書いておく。これはぜひやってください、みんなもね。自分はですね、いつも思ってることがあって、目標ってすごい高い目標を掲げてそれを乗り越えていく人ってかっこいいと思うんですよ。皆さん自身もそれがもしできたら、自分にね、なんて言うんだろう、自己肯定感も高まるのかなとは思うんですけど、人ってなかなかそれがコンスタントにできるものではないと思うんです。だからその目標ね、例えば4日間って今回計画を立てたと思うんですけど、すごいいっぱい頑張ろうと思って掲げた方いると思うんですよ。それを乗り越えられた方は本当よく頑張りましたって感じなんですよ。すごい偉いって思うんですけど、多くの方が超えられなかったと思うんですね。で今一つ目ちょっと厳しく話しましたけど、自分が思うに半分以上の方が多分目標ね、今出てこないと思うんですよ。
これが現状なの。だからこんなこと言ったけど多くの方がそうです。でも多くの方がそうなっちゃってるからこそ、そこを抜け出せたらさ、差がつけられるんだよね、他のこと。だからぜひね、この動画を抜け出すきっかけにしてほしくって、でちょっと話を戻すと、高い目標を掲げて乗り越えらんないぐらいだったら、低い目標でいいからそれを乗り越えた方が俺はかっこいいと思ってる。俺はこの4連休で掲げた目標は、数三の板書を4つ作ることでした。で結局できたのは4つです。ギリギリです。4つってね、動画で前の動画でも話したけど、大したことないんだよ、他の方に比べればないんだけど、でも自分の中ではそれが多分ちょうどいいラインだった。まあちょっときついかなと思ったけど、でも時間を割けば多分ギリギリ間に合う、できないことはないって思ったからそこに決めたのね。でこれが多分俺6個って決めてたらね、心がついてこない目標に、いやちょっときつい気がするってなってたから、自分の中できついかもしれないけどやれねえことはねえって思うラインが板書4つだったのね。でみんなもね、そのできれば高い目標って掲げたくなるんだよ。勉強量っていっぱいさ、科目も5科目とかあったりするから、どんどんこう重ねたくなるんだけど、ちょっとね自分と向き合ってほしい。本当にできるかも、まあ絶対できるよりはちょっとどうだろうっていうねラインが絶妙かなと思うんだけど、そこをね意識してやってもらえたらいいのかなと個人的には思ってます。冒頭でね2つに分けるって言ったのに、ほとんど1つ目で話しちゃったんで、ちょっとまとめに入っていくんですけど、その1つ目と違って目標を掲げてそれはちゃんと覚えてると意識もしてたんだけど、それ通りにいかなかった方、達成できなかっただっていると思うんですね。でその方に関してはさっき言ったようにちょっと多すぎる、本当に自分ができる、やってやるって思う気持ちのこもった計画になってましたかっていうのがまず1つ目です。自分できんのって、これできる私って解いて自分にで解いて、できるよとか、まあ厳しい、やるよってなってるかどうか。もうここのどっかで掲げたけどどうせ無理なんだろうなって思ってる計画は計画じゃない。それはもう口だけだから、それだけだったらそれはもうやんない方がいいよ。に計画の量とか、まあ親とかにねこれしかやってないのって言われるかもしれない、もしかしたら、すいません喉がね詰まっちゃった、ね、言われるかもしれないんですけど、目標とかさ計画とかって誰のためにで自分のためになんだよね。他の人が判断することじゃないから、だから自分の気持ちがついてくる目標が絶対にベストなので、まずそこをね大事にしてやってください。これから多くの方が夏休みに入ります。今年はね夏休みが短いですけど、でも夏休みに違いはないんです。時間はできますよね。この2週間か3週間、まあ、10日ぐらいしかない方もいると思います。課題で終わっちゃいそうだよって方もいると思います。でも課題を使ってでも自分のレベルは上げられる。自分がどれだけこの10日間とか2、3週間でレベルアップできるかで夏休み後が変わります。その夏休みが終わった瞬間の学力が飛躍的にね爆発的に上がってるっていうのはあまりないんです。じゃあどこで変わるか、夏休みを頑張れたっていう自信が夏休み明けの活力になる、エネルギーになるんだよ。そこからのスタートダッシュがまた変わってくるから、その8月だけの問題じゃなくて8月、9月、10月ぐらい、この3ヶ月間のなんて言うんだろう、自分のレベルアップ度合いが大きく変わってくるのがこの夏休みです。でこの4連休ねうまくいかなかった方もいると思います。いいんです。なんでって、夏休みのための予行練習なんだもん。予行練習失敗したっていいじゃんでしょ。夏休みのその本番、夏休みで本番とは言わないけど、でもこの夏休みを生かすため、ね、計画の立て方が良くなかった、量が間違ってたとか、やる時間が間違ってたあるかもしれない。もし夜に全部やろうって方は絶対朝にやった方がいいよ。まあ朝部活あるかもしれんけど、絶対午前中に済ました方がいい。できる限り午前中に1日全部のね、全部できなくても半分ぐらいは午前中に終わらすとかやっておくとペースがかなりつかみやすくなります。なのでまあそれはね、みんなに合う合わないがあるとは思いますけど、もう一回ね計画の立て方とか量とかペースとか、自分とどれだけ合ってるのかな、自分の気持ちはこもってんのかな、この計画にっていうところを考えてこの1週間過ごしましょう。夏休み入ってから決めるんじゃないよ、夏休み始まる前ここで決めるの。今予行練習が終わりました。今はみんな何な、この1週間何かっていうと準備運動です。夏休みをちゃんと走っていくための準備運動をする時期なので、この1週間もうまく使ってください。そして夏休み、まあ夏休みはこういう動画撮っていきますけどね、みんな頑張ろうぜって動画撮っていきますけど、夏休みが終わったあと、もっと言うと10月ぐらいに、いやこの3ヶ月ほんと頑張った、上がってきたって、10月ぐらいには上がってくるから、3ヶ月も経てば上がってくるから、成績もね上がってきたって多くの方がなれるように、自分をねできる限りこうなんだろう、サポートというか背中を押せるように頑張りますんで、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。